y イコール x 三のグラフはに変極点を持つ。x が π 4から5 π 4までの f イコール真のグラフと接線。接線の色は曲線が凸の時は青オの時は緑変極点では赤。変極点 x イコール0 π 2 π これらは f の2回同関数 f イコールマイナス4真イコール0の解である。 三次多項式 X33X244X432 と、その一回動関数及び二回動関数の0点、転換点、定流点、変極点、凹凸。実解析における、変極点は、連続な平面曲線上の点で、その点において曲線が合から凸へまたは、その逆へ変化するものを言う。変極点は、 その曲線の曲率が符号を変える点である。微分可能な関数 F が2、変曲点を持つための必要を十分条件は、1回、同関数 F が X において孤立した極値を持つ、ことである。孤立したというのは、X の適当な近傍において、唯一 X だけで、F が極大値または、極小値を取るようにできることを意味する。 F のすべての極値が孤立しているならば、F のグラフ上の点で接線が、その点で、グラフと交差している点が変極点である。加工変極点は同関数が極小値をとる、変極点を言い、上昇変極点は同関数が極大値をとる、変極点を言う。変極点は F が、その点で0かどうかで分類できる、定流変極点は極値をとらない。 より一般に、実多変数関数の文脈において、極地点でない定流点は、暗点と呼ばれる。定流変極点の例は、y イコール x3 のグラフにおける点である。この点での接線は、x 軸であり、グラフは、この点で接線の両側の2つに分けられる。非定流変極点の例は、y イコール x3x のグラフにおける点である。 このグラフの原点における接線は直線 y イコール x であり、この点でグラフは接線の両側に分けられる。考える曲線が2回連続微分可能な関数、y イコール f である場合には、f の2回動関数が0となる点であって、かつその点の前後で2回動関数の符号が変化するような点ということができる。2回動関数が0となっても、 その前後で符号が変化しないような点は、起伏点と呼ぶこともある。変極点は、大数期科学においてはもう少し一般的に、接線と3次以上の接触を持つような、生息点として定義される。4次以上の接触を持つときは、起伏点、または超変極点と呼ぶ。y イコール x4x 和における2回微分係数が、0となるが、 三回微分係数も同じく例であり、四回微分係数が最初の比例公開微分係数となるから、変極点でない。ただし、これは変極点を持つための十分条件とはならない。変極点を持つためには、さらに例でない微分係数で、最も回数の低いものが奇数回でなければならない。最も低い比例微分係数の回数が多数回の時には、 その点は、変極点ではなくて、起伏点になる。ただし、大数期科学においては、ここでいう変極点と起伏点の両者を合わせて、変極点と呼ぶのが通例である。起伏点の例として、F イコール X4 で与えられた関数 F に対する、X イコール例が挙げられる。上の注意において、F が X において十分多くの、比例公開微分係数を持つと仮定したことは、 この場合の必要条件ではない。今の場合において、比例微分係数の最も低い回数が奇数である、ことは、X の近傍において、X の前後で、F の符号が変わらないことを意味するから、この符号が正ならば、上昇編極点、負ならば、加工編極点となる。F が適当な点 X の近傍で、軽回連続的微分可能。ただし、 K3 は奇数であるとき、F イコール0かつ F0 ならば、F は X0 に変極点を持つ。X の適当な近傍において、F と。F との符号が逆になるならば、F は変極点を持つ。変極点を持たずに、突性が変化する関数もある。実際、不連続点や垂直前金線の前後で、突性は変化し得る。例えば、 逆数関数 x1x は、負の x に対して、おうかつ、正の x に対して、凸となるが、例は定義域に含まないから変極点を持たない。ありがとうございます。